ベランダでウーバーイーツ合流大作戦。大作戦。わあ、眩しい。最高だわ。眩しい眩しい。いやー、もう我々 YouTuber ね、あの落ちるのが大好きなもんでね、あの日光をこんな浴びることでいいんでね。なぜベランダでウーバーイーツをするのかというと、はい、もうまあちょっと待って。走り返す。足に生え止まってたよ、僕。やだ、もう中に行く。中行く？でもさ、思った、暑い。今回はあの家にずっといたということで、あのたまには外に出て飯を食おうというね、はい、なんで Uber Eats でここで合流して大満足、お腹いっぱいってなるまでベランダからは出られません。あー、ベランダから出られないっておかしいけどね。お家に入れないってことね。そうね、こんなにいい感じのロケーションなのにね、あの背景に室外機しか映ってないからね。これとか。あ、いいじゃん。どう？あきら。え、あーちゃん消えた。もうパチナンチャンネルだこれ。ということで、Uber Eats で今から選んで合流していきたいと思う。飛行機だ。あ、飛行機だ。楽しい。あーちゃん、どうしたの？楽しい。あ、また来る。レモンティーよ。あ、飲んでいい？ええ、眩しいって言ってたから。ありがとう。ウーバーイーツで合流してお腹いっぱいになったらお家入っていいの？うん。じゃあもうウーバーイーツをベランダで食べるってことだ、要は。え、そうですよ。え、そうですか。いいですよ。はい、じゃあお互いに頼もう、うん、お互い好きなもの頼んでいいってこと？頼んで。やったー、嬉しい。最高にワクワクする企画じゃないですか。うわ、つけ麺食べたい。牛タン美味しそう。わあ、やばい。え、マジでさ、超わがままな頼み方していいってこと？そうだよ。でも超さ、なんか配達料もったいない。そんなことは考えない。今日はもういいです。よかった、僕のおごりです。イエーイ、ありがとう。で、まあ財布一緒だけどね。え、それってあーちゃんとうくんって結婚してるってこと？え、そういうことだった。あー、恥ずかしくなっちゃった。結婚してください。結婚してください。お願いします。いいですよ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。お待ちください。ごちそうさまでした。はい、ジャガジャガ頼んでます。マジ？ちょっと、私結構悩んじゃってる。うわ、松屋食べたい。今ね、ちなみに僕中華を頼みました、1個。え、じゃあそれだけ教えて。あのね、あのカメラをね、広角レンズにしました。あー、そうなんですよ、気づきましたか？怖い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 。はいはいはい。めっちゃでかい、めっちゃでかい。終わった。終わった終わった。あ、ゆっくり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 こっち、ゆっくりこっち。え、ちょっと終わった。届くまで待ちたいと思います。はい、中入れないですか？中は入れません。そう。え、なに？もうやだ、もう中入ろう。もう中入ってます。はい、行くよ行くよ。はい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 、届きました。いいんじゃないですか？いやー、美味しそうですね。僕ね、あのね、こういうなんでね、5000円ぐらいするね、いいワイン食べる。おーい、ワイン、あーちゃん飲めないじゃん。そうだね、そうだね。ふうくんなんてあーちゃんがお酒飲めないのにずっとお酒飲んでて、うざい。はい、いただきます。そちらは何ですか？これは、三ツ矢堂製麺です。あ、三ツ矢堂製麺ね、あーちゃん好きやもんね、三ツ矢堂製麺ね。あーちゃん来ました、レーン。うーん、レレー
なんで2個あんの、なんで2個あんの、待って2個ある2個ある、どうしようどうしよう、あ2個ある、何が、あ間違えて2個頼んだかま、かま、なんかあんの、これが2個ある、さあさあもういいですか、集中しちゃって、はい、じゃあ食べましょう、はい、ちゃんともう食べてますけど、いただきます、いただきます、じゃあね、まず僕はこちら、うるさーいまずは、こちらのね、あの肉汁爆発餃子っていうのがあったんで、この量がさ、ものの30分で届いたよね、だってウーバーイーツの配達員、家に何人来た、今6人ぐらい来たよね、ね、オフ会やってんだねうわぁ、うまやべぇ、たまらん、うますぎる、パーチ開けれたの、ってどうすんの、ちぎれの効力がちぎれ、お茶飲む、ってこちらはですね、明太子屋さんっていう明太子専門店の明太子売ってたんで買ってきました、うん、うん、すごい泡が太い、うん、うん、うん、え、マジ幸せ、やばい、いや、これさ、マジで俺今、千と千尋のお父さんでしかないんだけど今この物体ほんとだ、あの二人さ、うん、うん、うんって言いながら食べない、うん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 うん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 、ああこれは何、いや、パイナップルオブザマウンテンユートピア、トウモロコシのかき揚げ、美味しいでしょこれもね、うん、やばい、めっちゃいい、じゃあ私このタイミングでデザートちょっと挟んじゃおうかな、なんで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 、ブブ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 ブ、あ、もういっちゃ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 い、汚くなりながら食べる感じもなんか夏ゆう、夏バーベキュー花火みたいな、うん、ここに隅田川の花火がポーンとかあったらもう最高だよね、うわ、隅田川しこ、ここに隅田川流そう、座り日記も全然できてないからここでちょいとやっちゃおうかな、6ヶ月の様子は胎動がね、バチボコになってきました、6ヶ月とかって一番お腹の中を自由に動ける大きさだから、うん、もうちょっと大きくなっちゃったら結構こう窮屈であんまりこう動けないんだって、でも6ヶ月って一番エコーも見やすいし胎動も感じやすい時らしくて、もうねめっちゃ激しい、ポンスの時より激しいんじゃないかなって感じ、今すごい重さとかも感じてきたし、わ、人一人おるっていう感じがある、なんか愛おしさが増してる、まだね2人目の名前とかも全然決まってないよね、男の子ってことだけは分かってんだけど、うーくんがなんか候補を挙げてるけど、二人目の名前は結構お芝居がセンスを振り絞ってつけるような感じだよね、うん、楽しみだね、そうだろうね、兄弟で共通感のある名前のとこもあるやん、うん、あるね、そういう風にした方がいいのか全く関係ない感じです、すごい、うん、どうだろう、私は別派なんだよね、うーくんとこも別じゃん、まあ関係はないね、私も別、なんか一人一人で考えてあげて、なんとか、なんか縛り合いとかあるもん、なんか、剣吾、大吾、翔吾みたいな、ありそうだね、うん、いやだいぶ食べたんじゃない、あとポンスに残しておくもの、つけ麺ちょっとと、餃子と、パエリアを少し残しておこうかなって感じじゃない、ポンスマジ何でも食べるからね、最近は、渋いものが好き、そう、サバの味噌煮とか、もうサバばっか食べる、サバ焼いときゃいい、ポンスサバと切り干し大根、おっちゃんが好きなもの大体好きやからな、そう、ゆうくんとお祭り行きたかった、ゆうくんともっと一緒に遊びたい、ゆうくんともっと一緒にいたい、まあコロナもあったし自粛期間は本当に辛かったけど、まあ慣れなきゃなって感じ、うん、なんじゃ大丈夫、大丈夫だけど、じゃあもう満足かな、結構、本当に結構食べたね、
食べたと思う、うん、じゃあごちそうさまをしましょう。とりあえず一旦せーの、ごちそうさまでした。あっちあっち、早く中入りたいもん。いやー、ということで、はい、まあこれ合流成功ですかね。成功、待って、総額いくら。そういえば二人合わせてなんと18,455円でした。おお、いや合流、さすがに合流一食だからね。一食だよ。まあたまにはこういうなんか汚い感じでご飯食べるのも気持ちいいね。うん、野生思い出したね。野生思い出した。うちらやっぱ動物、肉食動物だった。はい、というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいね、ウーバーイーツ最高と思った人はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。スマホの方はこちらから、 PC の方はこちらからお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。終わりです。